調査部隊司令部より各部隊へあと15分ほどで予定ポイントエレクトラへ到着する。各位警戒を怠らず下車の準備を整えよう。気を抜くだよ、総理。うん、異常なし。大丈夫だよ。なかなか見えないね。それっぽい建物跡とかもないみたいだし。動き出したか。こちらチームアルファ、エレクトラ遺跡に到達。遺跡入り口前にて待機中。見える範囲に敵兵はなし。しかし、まさかこれほどの遺跡とは。ここが本当に海底に沈んでいたのか。石造りの町がほぼ原形を保ったまま広がっている。今にも家から出てきた原住民に挨拶されそうだ。しかもあれは、入り口正面の丘の上、おそらく都市中心部に当たる場所にだが、巨大な、見たこともないほど巨大な十字架が立ってる。一体なんだ、あれは。街並み自体はよく整備されていて、その分だけ死角も多い。司令部、指示を。どうしますか。司令部よりチームアルファ、そのまま都市遺跡に侵入してクリアランスチェックを実行せよ。アルファ以外の各隊は遺跡に到着次第侵入し、チームアルファを援護。遺跡からはこの窮地をひっくり返す情報が見つかる可能性がある。敵を発見した場合、遺跡にダメージを与えずに攻撃せよ。チームズルーは遺跡入り口にて待機。外敵を見張れ。了解。
画だよね、あれって。エレクトラの十字架、おそらくはこの都市で最も神聖視されていたオブジェですわ。材質は不明、金属と骨が混ざり合ったような不思議な構造をしていますの。おそらくこの都市がまだ機能していた頃、この都市を治めていたエレクトラが建設したものだと言われていますわ。都市を治めていたエレクトラ、この都市の名前って確かギリシャ神話の女神から取った名前なんだろ。実際に治めていた人間もエレクトラっていう名前だったのか。ええ、そうですわ。ここだけではなく、各都市はプレイアデス七姉妹の女神の名前と合致していますけれど、そもそもその都市ごとの統治者の名前を都市名にしたらしいんですの。つまりこの都市を統治していたのは女神だったのかもしれませんわね。まるでおとぎ話みたいだ。神様が治めていたんなら、どうして廃墟になったのか疑問だね。あら、本当に女神が治めていたとでも思ってらっしゃるの？意外と純粋ですのね。やっぱり、年相応ということかしら。丘の上の十字架、まるでゴルゴダの丘みたい。ナタリアの故郷か何かか。似た光景を見たことはないけど、知ってる。キリストが貼り付けにされて処刑された丘、ゴルゴダの丘。丘の上に十字架があるから、なんとなく連想した。キリストが処刑された丘。しっかし、ナタリアの言う通りだとすると、なんだか気分が重くなるな。神が処刑された丘ってわけだろ。なんか急に陰気な街に見えてきたぜ。もともと、俺は宗教ってやつが苦手なんだよな。十字架のデザイン、あれ特に嫌いだ。不吉なものじゃない。十字架は聖なる木、死を滅ぼしし矛と呼ばれる神聖なもの。キリスト教ができる前のこの大陸で同じ意味があったかはわからないけど。ということらしいけど、サラちゃんその辺どうなの？なんであんな十字架立ってんだろう。あれは結局お墓なのか違うのか。そういえば今日のディナーは俺と一緒にどう？十字架がお墓の意味を持つようになったのは、それこそキリスト教ができた後ですわね。ですが、十字というシンボルには古代から神聖な意味があった。あれはお墓ではないでしょうけれど、何か特別な意味のある宗教建造物であることには間違いないですわ。宗教的な建造物よりも、このムー文明の科学力に迫る鍵が欲しいのですけれど、そう簡単にはいかないようですわね。たく、サラちゃんは大変だな。ほら、
だからディナーの時ぐらいさ、俺と二人でご飯でも食べて、パーッと羽目を外さない？ね？あら、色男さん。お会いにくさまですわね。私、そうやって慣れ慣れしい男性は、かけらも信用していませんの。軽々しく触らないでいただきたいですわ。そう、言わずに。俺とサラちゃんだったら、楽しくなると思うけどな。すごく甘くて、忘れられない夜になるぜ。残念ですわ。あなたには言葉が通じないのね。ならもう一度言いますわね。マスカイた汚い手を離しなさい、この下賤な性欲猿。言葉、お分かり？すまん。オールクリア。遺跡の安全を確保。了解。各部隊の隊長と副長は司令部に集合せよ。それから学者の方々も司令部へお連れしよう。残りの者は野営の準備に移れ。警戒を怠るな。何か言ったか、ナタリア。あ、何でもない。